どうも、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、本日はですね、12月26日から始まります、ナイキ年末セール。これだけしたらやっぱ年越せないですよね、やっぱね。そうね、あんま買ってないですよね。はい、ということで、12月26日からナイキアプリでね、1月9日まで、先行ね、アプリでこれなんだ年末年始セールというものが、先行スタートしてるそうでございまして、ロングだね、相当ロングだね。9日までなんで、ね、それをね、ちょっとチェックしていこうかなと思います。はい、これ昨日からだから今2日目ですからね。2日目、まだ結構あるでしょ。まあさすがに、ね、で一応これナイキドットコムでは12月29日木曜日9時からスタートということでございます。あ、アプリダウンロードした人は遅いんだね。だからウェブの方からだと29日。なるほどなるほど。これアプリ取った方がいいですよってね、皆さんね。みんな持ってるだろ、うん、持ってない人の方が珍しいんじゃない。なんだこれと思ったもんね、飲み込みまでしか、その優越性なんだろうってこと。いや、あった、ね、うん、はい、ということで、じゃあちょっとね、メンツに絞りまして、シューズから見ていきますか。あ、はい、まず一番上のこの赤ハイね、うん、あの買いました僕。買ってたの。そうだね、買ってたね。これ激安じゃない。2段目のこのシルバーのダンク、これって、まあ、これ買ってなかったっけ。いや、買ってないんで、実は。あ、え、何だったなって買ってないんで。8000円か、さらに 30%。 そう、7999円から 30%。 28.5 まであります。8000円、2000円、5600円ダンク。これは安いよ。安っ。あ、28.5 ある。え、5000、ダンクこんな安いするんですか。5599円。すごい。めちゃくちゃ安い。この95円くらいだと水色っぽい。あー、確かに爽やかな水色グラス。17,600円、ちょっと高いな。14,000円ぐらい。これさ、このゴーフライイーズ、うん、これちょっと気になってたんだけど、ウィメンズなんだよ。あー、なるほどね。ちょっとこれ、あの子いいな。コンビニ行くときとかにすげーいいんじゃないかな。使ってね、なんか使ってみてえな、ほんとに。ルナフォースワン、はい、ダックブーツ。もうめちゃめちゃブーツだな。2万3000円。これはブーツだね。だから 30%。 14,000円。ジョーダン 37PF。これちょっとね、あのアンディのやつ出たじゃん、うん、ちょっと欲しいなと思った。28出たやつ、あれ色合いんだよ、緑っぽい。ちょっとごめん、話変わるけど、これ次にこのナイキアズパレス、これ何だろう。映画のなんかね、呪文みたいなのか。看護師向けにデザインされてテストされていってた。なるほどね。なんかパレスみたいな呪文ありましたよね。パレスね。おお、そう、うん、だったね。ちょっと待って、いや、栄養というか、これ本当にだから、あの、おい、そうですね。6か 6.5 しかねえよ。ほんと、さっきんなよ。だから、病院内じゃない、院内で発見したね。いや、気になったの途端やっぱねえのか、こういう時に。色はいいっすよ、これ。うん。あと、なんだろう、このダイナモ GO っていう、トドラかな。たまにある、これダイナモ GO ね。ああ、ちっちゃいのねえわ。あれ、ドンクローのこのちっちゃいの。8センチありますね。8センチ、年会。いや、これね、確かに、かわいい、これ。8センチ円外。 ADG4 ってここも同じ感じなの。医療用じゃないの。え、そうなの。今見てる見てる。ゴルフだって。あ、ゴルフなの。インストールインゴルフって書いてる。ハロウィンのブレザーが6000円くらい。本当だ。おい、半額になってんじゃないか、おい。ザイオンのワン9999円から 30% オフ。これ定価で買うのもちょっと逆にね。ザイオンワンいいじゃん。ハードル立っちゃうよ、これ。ザイオンの白サイズねえわ。これ7000円だったら買ってもいいなと思ったんだけど、サイズはね。あ、これナルトのやつ。え、ナルトのやつ。ナルトのじゃない。うわ、どっちもサイズねえじゃん。あ、バローね。うーん、ババン買った、これ。あ、誕生日にこれ 20% とか 30% とか 10% こっちが安いよ。バローは、4,135円。あー、うわ、モック全然安いじゃん。モック、うん、ピンクのモック。あー、はいはい、黒のモックだったら欲しいなと思ったら。はいはいはい、真っ黒でも在庫なしなんだって。いや、これちょっとね、この間大阪のユニオン行った時も思ったんだよな、このマス。あ、これね。はいはい。ちょっと欲しいなと思って。歩きはそうですな。え、ジョーダン6さんじゃん。この、うん、立足してたやつ、頭すぎ。T23 もあったの。最初のじゃん。あ、もう23センチですかね。23だけじゃん。これそうやな。これ結構ね、サイズ合ってたら普通に良さそうだな。その時にあの、マッシュ、マッシュウィレブ。マッシュウィレブ？あの、ギョンギョン、ギョンブレズ。あー、これか。ギョンブレズあるよ。はい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 。これ4万ある。4万とか3、2万8000。いい感じ。ISPA とかね。はいはい。イスタみたいな。普段買えないこういうやつをここで買ってみるんですよ。いやー、まあ、チャレンジするにしてはさ。ISPA シリーズってちょっと、相当、普段うちらは履かないような系列のさ、デザインだもんね。いや、なんか、ち
ャレンジするんだったらマックス7000円ぐらいじゃない。あ、まあそうなんだね、7000円以上はちょっとだいぶもともと気に入ってないと難しいんですよ。 あ、原口の、うん、原口のあれ出てくるんじゃない、そろそろ君ないかな。いや、もうあれ完売でしょ、あれも完売でしょ。このナイキオフライン 3.0 ちょっとこれ気になってんの、ね、よ。あ、これなんかなんか使ってるやつ聞くと結構よろしい。ただねこれうわもう 28.5 のみ、うーん、逆に言ってくださいよ、28.5 のみ。うわねえ、ありました、いいの、あ、クイーンやったあ、ほんとだ、あったあったあった、16,500円からさらに安くなって14,000円からさらに 30% っていうね。いや、しかもフルサイズだ、一つ抜けてない、全然抜けないじゃん。こういう時あの悲しいよね、なんか定価で。確かにさあ、ね、いや昔の王子体わーってテンションが下がってるから、それは本当はセールですそうなんだ、ね、そうなんだよ、なんかセールってなんかちょっとなあ物悲しい時あるんだよな。今なんかいいマップラあるなと思ったけど、これサイズがもうないわ。ああ、これあれ25しかない、この黒白のダンク完売してんじゃん。うん、よかったね。いや別に俺で携わってないから何でもいいんだけど、やっぱこういうね完売してる商品もやっぱありますね、タイミングでは。八村店長36、13,500円か、14,000円ぐらいか、デーハーだな。あー、いやこういうのねちょっといいんですよね。あ、ザイオンナルトあんじゃん。え、嘘、うん、あーこっちか、あこっちか、うわー5.5 枚しかね。あ、緑のやつが欲しいだよね、深緑のやつ。え、モック 3.5、6,500円から 30% いや、黒が欲しい、黒が欲しい。え、6,500円から 30% って超安い、4,800円ぐらい、めちゃくちゃ安いじゃん。ブレザーミット、これね、春になるみたいな感じ。いろいろあとなんか、レガシーキャンバスのこの何アスキーみたいな、前なんかやった時、緑があったとかね、なんかテンション、あ、緑あったね。安いなこれ、めちゃくちゃどこで売ってたこれ、ハンガーどこで売ってた。うわー、始められるのいいな、25cm ぐらいしかない。あー、これ、いまだにちょっと欲しいんだよな。デカサイがないのね、これ、はい、あ、ワッフルの SE、これいいんじゃない。ワッフルは色味ナイキワッフルは SE、 いいです。あー、はいはいはい、全然安くなってる感じしね。レガシーの資格もあるんだよ、13,000。いや、なんかこういう感じで安くなってる感じがしねえものをただ買うのってなんかすごい、まあまあな、なんかな、これあれじゃん、A、あの A で君がそうそうそうやってね、うん、東京23で言える15,000円だよこれ、安いな。28までてか27、7.5、81の3種類しかない。でもキティちゃんのプレストあるよ、父ちゃんごめんな26から30まであります。マジで、はい、俺も買うかじゃん、そうだよだったらお母さんのね、部分買ってあげてほしいけど、母ちゃんも買うか。いや、ない、もう26までだから。今回結構、まあ、あれだね、ちょっと動画撮ってきたやつもあの普通に入るってね。確かに前まではそんなことないじゃん、あんまりあんまなかった、ね、そう、やっぱりあの俺結構そのなんていうの、プロパーというかそのね、あの、うん、インラインも買ってんだから分かるよね。そうだね、キティちゃんとインラインで入るの。いや、一応インラインには入る、まあでもまあまあ今のインラインっていう言葉の認識広がり方としては入るんじゃない。実際人間は違うけど、違うよね。さあ、シューズ見終わりました、トップス見てみますか。タータえタータタンクトップだよ、これドライビットの、はい、見てこれ、このタンクトップ12,300円タータタンクトップかっこいいじゃない、よくかっこよく見えるじゃない、すごいな。ジャケットさえ白いジャケット着たらロバート・ガルシアみたいな。ああ好きねいや、このこの両者稼ぎ兄弟ね。刺さる欲しいやつが入ってねえかも。あの俺がナイキアラジカで見たカーディガンとか入ってる。ああ、あれなんじゃん、シカゴ紫とパーカー。あああったね、ベストセラー、ね、シカゴ紫とこれ9,000円から 6,000円、もう 2XL しかない。逆に、うん、ジョーダンザイオンもめちゃくちゃナルトじゃん、これ初めてちゃんと見たけどめちゃくちゃナルトなんだけど、コスプレみたいな感じだと思う。なんか、まあ、ブルースリーみたいな感じでもあるけど、ああ、じゃあマジナルじゃん。ウルヤステキンブルースリーみたいなキャラがいたよね、ナルト。
え、あ、ロックリーか、ロックリーか。でもそれよりだったら裏ステキン家族のな、あーいたね、いてる。パーカーとかあるの、キティちゃん買ってるか、ね、一応 XL かね。あ、気持ちちっちゃいかもね。ちっちゃいな。ただでも7899円から 30%。 なるほどね。わらびでさ、そんなあのキティちゃんプレス入ってキティちゃんパーカー着てるおじさんいたらさ、うん、完全俺のおじさんにってバレるよね、年齢的にも。ね、なんとなくそうだったら、なんとなく70ぐらいだ。あ、カーディガン全サイズあるの、 3XL まであるし。へえ。いやそう、これね、いいなんか悪くないなと思ったんだけど、気持ちちょっとペラかったんだ。なんか俺カーディガンって厚みがあるやつが好きやから、あ、ちょっとモヘアみたいな、厚さが足りないというか、うん、なんつった、モヘアみたいな、このシュクモヘアって言ったのか、モヘアって聞こえた、シュク、あー、モヘア懐かしいね、乳首をパッピーみたいな。だいぶちょっと気がするけど。あったな。バルサのユニフォームもある。あるぞ。うん。あー、本当だ。ちょっと違うな。バルセロナのフォーム。お互いまだユニフォームとか買ってるの？めっちゃ持ってるよ。オフホワイトなんて買ってたんだ。さっきオフホワイト買ってましたか。これすごいいいなと思ったこれ。これ知ってる？このハンドバッグみたいな。このちっちゃいやつ。これちっちゃいバッグが、これが、このシューズボックスになる。わかる？これ。なんかあれの収納になるっていう、新しい、これすげえ気になった。めちゃくちゃすごい。ただこれ系のバッグめっちゃ持ってるんだよ。リュックサック多いっすね。そう、リュックも多いし。これすげえ、あれ、なんか女性に良さそうじゃん。そうね、なんかウィメンズ使ってる。そうそうそう。小さめのバッグ。うん、バスケットボールいつも探すんだけど、毎回サッカーボールしかないじゃん。あ、思わない？バスケットボール入れられるバッグないじゃん、あのね。あー、確かに、何駅から出さないかな。毎回なんか、サッカーボールなんだよ。フランスの、このフランスピッチとかな。そうね、バスケットボール入れる、ちょっと袋欲しいな。最近バスケね、余裕でたまーにやるの。たまーに。その、防戦の数だけでやってないってことなんだろう。たまーにしてる。一通り見ましたが、うん、で、俺今カートに入れたのは、ナイキのバロー、スリムね。うん、まあ、これは買います。あ、また買う。あの、もう壊しちゃったな。あ、なるほどね。でもこれ、俺もね、今冬でしょ、うん、使ってんだけど、いいね。これめちゃくちゃいいだろ。高いし。いや、俺だから、あの、ソフティーだしね。そうそうそう。年1替えでいいから。ああ、確かに分かる。これマジで使えるんだよ。ちょっとダンクどうしようかな。銀のダンク、銀のすみません、飛べみたいな感じでいいんじゃない？いや、なんか、あの時のパッションで買いたかったもん、ね。今ちょっと、っていう感じだな。物も増えるしね、こっち前に。いや、そう、引っ越す予定ないけど、相当買ってるから、今年これ。そうですね。あの、じゃあサンダルだけ、ちょっと買わせていただきます。おい。6050円から1815に引いて、送料無料ですが、4235円。おー、いいじゃん。で、ナイキゴロのオールブラック、ちょっとこちらね、購入したいと思います。おー、ご登できた。はい、ご注文ありがとうございます。おー。ということで、今回ね、まあ、一応、マックセール、見させていただきましたけど、いや、今年も1年ね、お世話になりましたね、うん、アプリ整備には。なんだろうな、これやるからには、なんか1個買っとこうっていう気持ちあるんだよね。なるほどね。ただでもやっぱり、うん、あの、危ないのが、そのセール品だからって買いすぎてしまう。いや、そうなんだよ。あるというか、意外に買ったら買って使わなかったりするものもあるじゃん。いや、そうだよ。そういうのをぜひ気をつけてほしいなと思います。本当に欲しいものだけ買った方がいいんだよ、セールってのは。そうそうそう、だから、安いが理由で買うんだったら買わない方がこれいいと思う。いや、そうなんですよ。お金持ちの人は、あの、整理品には手を出さないっていう、なんか、ことひどかって。そうそうだ。むやみやってない、やっぱ買うじゃん、俺も結構ずっと使ってるからさ、ね、めっちゃあるんだけど、やっぱ1年後そんなにまた来てなかったから。いや、だってもうすぐ後輩にあげてるじゃん。マジで。あとだから。お話にあげてますね。そうそう。なんか大体そんな感じで、こんな、振りまでな、だから、数百円で出したりとかして終わるでしょ。ああいうもんだから、意外やっぱ。そうだね、意外だからね。一軍にはならないよね、結構ね。いや、そうだよ。うん。それはありますよ。皆さんね、おのおの、それぞれ目的を持ってセールをね、楽しんでいただければと思います。1月9日までやってますんで、ぜひ。はい。よろしくお願いします。はい。皆さん、いよいよ、お願いします。最後、噛んでもらって。うん。